あ、やあ、ナンシー。ああ、ごめんなさい。デールは仕事よ。ああ、いや、ああ、デールに会いに来たんじゃなくて、俺が会いたいのはジョン・レッドコーンなんだ。ジョン・レッドコーン、お客様よ。ハンク、今偏頭痛の治療中なんだが、何か用かね？いや、実はうちの庭を掘り返したら、こんなものが出てきたんだけど、あんたなら使い方知ってるんじゃないかなと思って。矢がぶれないように支えるもんだよ。おお、襲われた時に武器として相手の頭に穴を開けることは？ああ、使い方はいろいろある。おお、やっぱりそうか。インディアンにとっては非常に大事なもんだ。うん。で、値段をつけるとしたらいくらくらいになると思う？博物館や大学なら50ドルはつけるだろう。50ドルだって？幸運期の歯が楽に買えるじゃないか。ハンク、一言注意しておく。人のものを勝手に売って金を得るなんて泥棒の。レッドコーン、早く。まあ、そういうこと。はぁ、あ。